MC からしジュニアユース対コンサドーレ旭川アンダー15キックオフされました。
いまの得点は前半8分コンサドーレ旭川アンダー15背番号12野口大吾選手の得点でした。FC イカラシジュニアニュースのタイムアウトです。
手の得点でした。Thank you.
対コンサドーレ旭川アンダー15、ただいま後半戦がキックオフされました。
先ほどの得点は後半8分 FC 五十嵐ジュニアユース背番号7関口正弘選手の得点でした。
75背番号7吉田優希選手の得点でした。Thank you.
嵐ジュニアユース対コンサドーレ旭川アンダー15は2対3で FC イカラシジュニアユースが勝利しました。